ゴールキーパー今季初スタメンの田尻、フォーバック右から丸山、鈴木、増谷、魚里、ボランチに筑と新井の予想、右のワイドに石川、左は小澤、ツートップ大久保と田口の予想です。小澤と丸山は J 初スタメンです。ゴールキーパーは秋元、フォーバック右から下口、安藤は今季初スタメン、照山、富田、アンカーに久住を置いてインサイドハーフ島村と山田、スリートップはインディオ、中川、近藤という 4-1-2-3 の予想フォーメーションです。そして24番の下口がボールをセット、ファーサイドに安藤と照山がいます。中央にあへ跳ね返った、もう一回後ろから山田がシュート打てない、田口がクリアしていきました。ゴール前での混戦でした。 J3 のこの状況から上がっていかなければいけないんだ。さあチャンス、中川和樹が今日久々にボールを持ちました。そして近藤、中川スーッと上がっていってインディオも上がっていく、追い越して富田、その富田です。この富田の動き、さあグランダー、こぼれた、インディオ左足、しかしポストの上でした。インディオ決定機、富田がよくクロスを上げたんです。その後のこぼれ、ちょっと今かぶったというような状況も見て取れましたが、バランスを取りながら今魚里が左高い位置、そして小澤がインサイド入ってきました。ボールをつなぎながらここでコントロール、抜けてくる、さあ田口右足は打てるか、倒されて笛はありません。シュートというわけにはいきませんでした。このチームは守備に回ると今シーズンまだ2試合とはいえ脱オフサイド数が2位ということで、守備のラインの構築は比較的意識が高くなっています。さあ大久保右足、キーパー取って決まった、大久保2試合連続ゴール、今季ホームでこれが初ゴール、通算2ゴール目、大久保決めました。強烈なヒット、キーパー滝本の手からボールがこぼれていきました。前半の29分から30分相手のパスミス逃しませんでした。大久保、下口がセット、ゴール前には中央取った、安藤のヘディング高い、セカンドチャンス、クリアしていったのは大久保です。ピンポイントで190センチに合わせました。クロスバー、向こう側から飛ぶ、後ろから山田弾く、キーパー弾く、田尻の反応です。山田のミドル、今リプレイです。このコーナー高く上がったボール、ファーサイドからこぼれたところで山田が打って、この正面でした。ナイスキーパーというこの反応です。そして打つことセカンド、その意識、さあ中川が出した、島村、再三この今日は島村がよくボールタッチ触っています。そしてサイドバックの下口若葉もチャンスを作っている。さあ草薙の パスから中川のシュート、中川和樹今シーズン2ゴール目、そして2試合連続ゴール、次の1点は今治、1対1同点。後半の14分、タオルマフラーマース今治サポーター、やはり違いを見せました。中川和樹受けて、中川すぐさま右足コースを射抜いていきました。見事な一連のプレー。後半の20分、後半は今治がギアを上げてきました。島村スルーパス、インディオ左足弾く、その後丸山の守備、ここでもう一回中盤、鳥取縦、これが通る、縦のパス、田口倒れてアドバンテージを見ている、瀬の右足こぼれた、後ろから筑の右足、キーパーが抑える、滝本の意地、左です、うわ上げて、魚里が上げた後です。もう一回セカンドは鳥取、ヘディング新井大輝、中央です、筑上げて浮き球のパス、胸コントロール倒れて PK、
瀬田主審の笛が高らかになって PK だ。瀬能が倒されて鳥取 PK。 鳥取瀬能の PK。 瀬能が止めた。もう一回その後止めた。さらに打てるか。セカンドチャンス。いや止めた。滝本ナイスセーブ。滝本がビッグセーブです。やはりこの人のシュートストップ。魚里鳥取ラストチャンスか。抜く、上げる、瀬野の手前です。ここでホイッスル。1対1の引き分けです。両チームの選手が倒れ込む。両チームあと1点、勝ち切ることはできませんでした。1対1のドローです。